久田屋さん、しょうこれでございます。今日は、緊急を要するのであまり長期化する必要はないと言いますか、今日行って今日決めなきゃいけないんですけど、このチャンネル開設当時から今でもなお、数多くの方にご覧をいただいております、そうだ車を買い替えようシリーズのそうだ〇〇を買い替えよう、緊急企画ですよ。僕が何を買い替えるのかと言いますと、まずヒント1、ヒント2、ヒント3、というわけで冷蔵庫を買い替えます。ただ、僕が使ってる冷蔵庫ではなく、実家の冷蔵庫が壊れたそうですよ。多分ね、僕が小学校の頃買い替えてるんですよ。20年ぐらい経つのかな、それの冷凍室が、機能しなくなりましたというご連絡をいただきまして、まずね、氷が作れない、水浸しだってなってて、で冷凍室っていうものが全てちょっともうふにゃふにゃになっている。で冷蔵のところは若干使えているけれどもう危ないということで連絡を受けましたよ。でまあこれ連絡を受けてる時のね、この巧みな話術によりまして、まずいろいろあるやんかメーカーと、買い方もわからんし、配送料とかこの古いのどうしたらええのかわからんのよねっていう感じだったんですよ。あ、そうなん。じゃあお前別に見に行くことは可能だけれども、どれぐらいの大きさでどういったもので、なおのことその設置場所の寸法とか知らないしみたいな感じでお話をして、そしたら事細かにこうね、幅は 68.5 までとか、奥行きこんだけで、容量これぐらいがいい、色はこういう色がいい、シャープとかは、外側のドアのところになんか電子パネルみたいなのがあって、プラズマクラスターのオンオフみたいなのがあって、そういうのって潰れやすい、だからちょっと普通の冷蔵庫でできれば観音開きがいいな。もうこの後何も言わないわけですよ。これは買えってことなのかな。そうだよね、手続き、購入すべて私が、させていただくという形でよろしいですか。よろしくというわけですよ。なので、いくつか写真も送られてきまして、ビッグカメラ行ったのかな多分ね。でいくつか写真撮ってきてて、それ見させられて、リサイクル料金、いわゆる古いやつを持って行ってもらうための処分代っていうのが170リットル以上だと4600円ぐらいかかるんです。まあ5000円ですね。で大きい家電製品なんで大体のところは多分送料無料と歌っております。で一つその写真を送られてきたのは日立の、450以上500リットル未満の冷蔵庫だったんですけど、その型番価格 .com とかで調べても同じような金額だったんで、であれば僕の利点としては、ポイントがよりついて、自分の普段の、まあ、僕お金出すわけですから、少しでも自分にキャッシュバックが来るようにビッグカメラか、あとはヨドバシカメラと、このどっちかで、決めると僕の普段の買い物に役立てるポイントがつくのかなというところです。で予算がですね、だいたい調べたんですけど、送料とか、リサイクル料とかね、込み込みで15ぐらいかなって思ってるんですよ。なんか送られてくる写真がさ、129,800円って書いてあるんですけど、拡大してよく見るとプラス税って書いてあるわけですよ。で12万のプラス税って多分14万ぐらいするでしょう。だからもう、8% って高いんだなっていうのを改めて実感しまして、とりあえずちょっと今から、ビッグカメラとヨドバシカメラ行っていきたいと思います。ビッグカメラに関しては撮影はちょっと難しいんですけど、ヨドバシカメラは動画撮れるんで、中店内ね、できればヨドバシの方が YouTube 的には、面白くなるかとは思うんですけど、ちょっとその辺もろもろをね、買いに行く動画が明日以降どこかのタイミングで編集が終わり次第、お届けできればと思います。でも本当にちょっと急がないといけませんので、この引っ越しシーズンにさ、そういうことやっちゃうとさ、配送がすごい遠のくと思うんですよ。今日買っても来週とかさ、ちょっと急がないといけないので、もう早速ちょっと行ってきたいと思います。はい、ではしょうこれでございました。また明日、バイバイ。